ドッキースタイルです。今日はですね、はい、テレビでよくある罰ゲーム、うん、本当はできるんだねっていうポン酢に麺をつけて、うん、それを一吸いで食べるっていう、あー、あるね、あるじゃない、よくできひんっていう、これね、人間の構造的に無理だし、でもポン酢大好きなカラスならできるでしょ。いや、いけんじゃない。いや、単純に普通の人って無理やけど、プロのポンザーやから少しずつ毒を摂取する。そうそうそう、大丈夫だよ。じゃあね、ちょっとポンザーのカラスでちょっと試していけるいける、思います。それじゃあやります。じゃあね、はい、この一つがどんなもんか、まあ、一応保険だよ、ね、一応ね、一応ね、そうそうそう、サガってやな、そう、カレーうどん的な話がある、ね、一応、はい、俺もやってみるかな。うん、先行く、まあ、俺が先かな。まあできちゃうもんね、これできちゃうから、できちゃう、面白くない、俺は分かんない、うん、じゃあ行きます、行きます、行きます。いやでも、うん、テレビのは素じゃん、うん、全部、うん、これよりきついんなら無理かも、うん、でもまあポン酢だからいいよ、素やったらばなし、ポン酢やったらいけっしょ。全然いけない。全部入ったんだけど。じゃあ成功した、成功します、全部全部全部、マジいくよ、行ってください、言います。ここで止まってる。ここで咳込みがここで止まってる。あと多分だけど白鳥が飲めない。すごいすごい吐いた。すごい、おーすごい。カラスはできる、想像の6倍きつかった。いや、いけそうだもんね。でもね、うん、余裕やね、マジ。ということで、カラス君はできました。ありがとうございます。